西日本、東日本は黄砂の飛来に注意が必要です。今日は西日本や東日本で青空が広がっているものの、西日本ではやや霞んだ青空となっているところがあります。大陸で巻き上げられた黄砂が上空の西風に乗り、朝鮮半島を通って日本列島に黄砂が飛来しているとみられます。この後も今日いっぱいは東日本や西日本で黄砂が飛来する予想となっています。黄砂の量は多くなく、生活に大きな影響を及ぼすことはない見込みですが、呼吸器官に疾患を抱えている方は症状が悪化する恐れがあるため、念のため注意をしてください。また空が霞んで見える場合は黄砂で汚れる可能性があるので、洗濯や洗車を控えた方が安心です。